オニオングラタンスープのビスクですね。オマレビの本格牛のスモドリアです。黒黒ボルドーワインです。じゃ噂のパンケーキ。おはようございます。おはようございます。今日は雨ですね。今日は雨、しかも夜集合ということですよね。なんかめっちゃおしゃれな格好してきてんな。今日は王室のおもてなしを味わっていただきたいと思って。知らんかった。今日めっちゃめサッカーでもする？今日は歩くって聞いたからさ。もうなんかやっぱ赤と黒のコーディネートで、はい、AC ミラーみたいな感じに来たんやけど。本来であればタクシーに乗っていただきたいところなんですけど。タクシーとか絶対乗らない。はい。タクシーに乗ってる場合じゃないんで。はい。絶対歩くっていう決めたから。決めた。うん、僕たち初めてのロイヤルホスト。それはこの格好無理か。うん。ドレスコードとして合ってるかどうか分からへんけど絶対間違えてたな。はい、はい、もう今日はこれでいきます。赤いパンツが赤いおしゃれですね。まあまあ降ってますね。まあまあ降ってますよ。でも楽しいっすね。いや楽しい。なんか洞窟あるのやばい。洞窟みたいなところに入っていくな。早い。どしがたい。どしがたい。はい、こちらがもう超有名な串カツの店ですね。いつか行きたいですね。行きましょう。レッツゴー。ガストでロボットが運んでくるの？運んでくるよ。でもスルーです。今日は意外と近かったですね。やっぱり着きました。 王宮へ歩いていく我々庶民到着いたしました。ロイヤルホストです。行きましょうか。え？入り口応急やわ。レッツゴー。レッツゴー。応急ということで、ブラインドがついてるというね。店内がすごくおしゃれで静かで、すごく美しいんですよ。あんまり見つかわないかもしれないです。正直。ロイヤルホストグランドメニューですね。やっぱグランドメニューですね。綺麗ですね。うん、おしゃれ。はい。そして最初はまあスープ。このね。ロイヤルオニオングラタンスープ、これがビスクっすね。ケールとか食いしん坊って僕らのためのシェフサラダちゃいます。そしてアンガス牛、ね、アンガス牛、うわ美味しそう。で次のページがサイドメニューですね。サイドメニュー、もうあやこの中オマールエビのグリルすごいおしゃれやな。そしてドリンクメニュー、ね、ドリンクメニュー、今はグラスワインやってない。やってないんですよ。ボルドーですね。でこのボルドー行きたいんですよ。ボルドーボーメーヌルージュね、はい、そしてハンバーグで黒黒ですね。黒黒ハンバーグステーキ、これ気になる。黒黒ハンバーグ、はい、これが一番人気みたいですね、はい、そして厚切りの厚切りのアンガスですね。やばー。そしてブラックアンガス、なんかすごいな、ワクワクすんな。 そしてまあセットメニューですね。いやめっちゃ種類あるかな、はい、これどんどん、これはもうセットですね、はい。いいセットどんどんいきますよ、はい、でオムライスもいって、はい、そしてこれですね、グラタン、あーこのグラタン、はい、シーフードグラタンとこのコスモドリア、これがなんかやばいと、うちの木だけのグラタンと対決かなっていう話ですよ、ね、はい、人気ですよね。そしてパスタですね。パスタ、勝負できるところ。そしてこれですよね。これです、こっちは絶対頼まないといけないと言われてる。これやばいですね。やっぱカレーも勝負しないといけないっていう。じゃあそしてデザートはこちらですね。パンケーキですね。もう皆さんがこれを食べに来るというロイヤルホストに。いや食べてみたい。やっぱ王宮すぎて、やっぱほんま。そしてパフェもありますね。気になる。パフェも気になる。パフェは食べさせません。太ってるんで。はい。もう終わりです。あ、終わりです。はい。メニューだけでもやばいですね。グランドメニューのグラスワインが止まってるんですね、うん。これを今押してるってことなんで。だからメルシャンのモエギとアイアカネのグラス一つずつ頼みたいと思います。シャトーメルシャンのこのモエギはシャルドネと甲州のブレンドみたいです。でマスカットベリー行きましょうか。行きましょうか。これさ、ロイヤルオニオングラタンスープとオマールエビのクリームスープ、ビスク、どういったら。じゃあもう3つともやろう。ロイヤルホスト初めてなんで、けど、まあ、スープ3つ行きますわ。行きましょうか。行きましょうか。3つ行きます。75g アンガスサーロインステーキサラダ、こちらです。これ行きましょう。オマールエビ1本とボルトの赤ですよね。ダッサイもあるもん、ほんまめっちゃすごい。ハンバーグはこの黒ハンバーグのブラウンバターソースやろ、やっぱ。やっぱデミですね。ちゃんとソースに赤ワインたっぷり使ってるらしくて、めっちゃ美味しいらしいんでね。めちゃめちゃ楽しみですね、これは。
これですね、このコスモドリア、ロイヤル伝統の味なんでね。確かに、まあそうですね、初手はこう行きたいですね。うちにもね、木だけのグラタンというグラタンが、ね、あるんでね。そうなんですよ、僕グラタン世界一好きなんですけど、うちのおかんはね、ドリアのことグラタングラタンじゃないんで、僕専門学校入った時めっちゃバカにされたんですよグラタンはね、マカロニやからってみんなに言われましたね。僕も同じこと言われましたパスタは盛大にするです。いやでもパスタ見てください、パスタディチェコ使ってます。あ、ほんまや、さすがっすね。うちと一緒のうちもディチェコフェデリンです。ちょっと僕は 1.4 ミリなんですけど、ここはスパゲッティになるのかな。いやほんまにね、あのポルチーノのクリームソースはね、シェフもよく作るんで、作りますね。食べたいんですけど、うわ、来た、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ今日本で人気ですか、出てる。まあ、ようやフェアやってるんです。あ、はい、ありがとうございます。あ、注文しておいていいですか。申し訳ありません、他のものがありますので、少々お待ちください。ありがとうございます。完璧な接客だね。ちゃんとカメリエルの込みとエイトリーが分かれてるみたいですね。セレントカピンキョルと一緒ですよ。メニューを取る人、タカタが料理を持ってくる人、分かれてるんですよ。メートルドテル、メートル、コミっていう。はい、お願いします。こちらのご確認お願いいたします、はい、オニオングラタンスープとオマールエビのクリームスープとコーンスープと 75g のステーキサラダと、はい、オマールエビが1本、はい、赤ワインのボーメインですね、グラスが2つで、はい、クラブラハンバーグ、ブラウンバターソース、オスマドリアが1つ、以上でよろしいでしょうか。お願いします、はい、ありがとうございます。じゃあ乾杯しましょう。乾杯、皆さん。そちらはモエギ、シャルデと甲州のブレンド、こちらはもうマスカットベリー主体のブレンドみたいですね。いい香りする。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、本当ストロベリーみたいなニュアンスがありますね。こっちはマスカットベリー、こっちはね、ライムとかレモンとか、どっちかというとスッキリな柔らかいタンニンですね。こっちはめちゃめちゃフレッシュです。もぎたてみたいな。確かに酸味すごく、ライムとかレモンとかグレープフルーツとかですね。いや、まあ、やっぱり、うん、結構好き、美味しい、うん、基本僕白好きなんで、赤も好きですけど、今までのファミレスの中でどこよりもグラスがいい、あ、グラスがいいからすごくね薄いんですよ。だから口当たりがすっと入る、でこんなにも香りが取りやすいあのグラスはなかなかない。いいグラスですね、やはりさすがです。じゃあもうちょっとこの際からボルドーがちょっと入れてもらって、ブルト、ボーメールルージュ、ボルドーの名門ですね、ネゴシアンですね。ネゴシアン、ネゴシアンは自分たちでブドウ作ってるわけじゃなくて卸ししてるって感じ。お待たせいたしました、このスープでございます。はい、ありがとうございます。おまわりクリームスープでございます。はい、ありがとうございます。おにぎりください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1時間で、もう1時間1本勝負です。1本勝負です。ついてきてください。はい、もう柔道で言ったら1本勝負です、本当に。コーンスープ。そしてこちらがオニオングラタンスープです、ね。オニオングラタンスープ。そしてこれがオマールエビのビスクですね。そしてもうサクッとオマールエビのグリルです。オマールエビのグリルも。ドゥルトボーメーヌルージュボルドーワインです。やった、ボルドーついてもらって、そしてスプーンが1個しかないんで、あ、ありがとうございます。まあ、要はまあまあネゴシアンですよね。ネゴシアン、まあ、おろし、ブドウは作ってないけど醸造であったり熟成であったり瓶詰めもしたり販売も全部するのが、まあ、ネゴシアンですよね。その中でもかなり有名なドゥルトですね。ドゥルト、ドゥルト、結婚式とかでもプレゼントされる方がたくさんいらっしゃる。香りからなんですね。うわ、かなりバリな、めっちゃいい。あ、でもなんか甘い感じやね、うん、甘いね、クリームみたいな香りする、うん。カベルネソーヴィニヨンと、カベルネフラメルロ、まあ、ボルドーブレンド、いわゆるボルドーブレンド、アッサンブラージュしている。お待たせしました、プログラムの目玉焼き付きのブランド、はい、ありがとうございます。はい、早い、美味しそう、本当早い、すごい。コスモドリアでございます。コスモドリア、ちょっと待っていただきます。
ちらも器が終わったなとりますのでお気をつけください。ありがとうございます。美味しそう。じゃあいただきましょうか。いただきます。ごめんなさい。乾杯。これはもう美味しい。いろんなに合うと。全部合う。お肉も欲しい。しかも本当に丸い。丸いね。常温でもできるね、うん、しかも。先どっちなんですか。アッサンブラージュってどういう意味。アッサンブラージュも混ぜてやるんで、ブルゴーニュとかやったら単一やねんけど、うん、ボルドーやったらブレンド。早速いただきましょうか。いや、いただきましょう。美味しいね、これ。美味しい美味しい、本当に美味しい。お待たせしました、75g のアンガス牛。ありがとうございます。もうほんまに最高の、はい、アンガス牛の 75g ステーキのケールサラダですね。コスモドリアですね。コスモドリア。そしてこちらが黒黒タメナマキのせい、やばいハンバーグです、ね、黒黒ハンバーグ。これからいこうか。じゃあちょっといただきます、はい、初ロイヤルホスト、はい、ロイヤルホストのグラダンスープはこう玉ねぎを潰しながら食べれるから1個丸々入ってるらしいんですよね。うわ、大きな味、大きな味する。めっちゃ美味しい。 めっちゃ美味しい、すんごいこうコクのある濃いスープですね。もうあのボルドーを入れてます。完全にボルド、あのボルド行ってください。ボルドボルド行きます。もうドンピシャやわ一発目から。いや、めちゃめちゃ美味しい。ちゃんと玉ねぎをね、あの色までね炒めてね、バケットも入れて最高ですよ。オーブンで焼いた多分玉ねぎを1個丸々入れてる感じなんだよね、これ多分。それがもうめっちゃ美味しい。ちなみにアイアカネでいきましょう。アイアカネ、アイアカネでいけるよ。ボルドーの方が合うけど、味がしっかりしてるんだね、このグラダンスープ、うん、ほんまに。ロイヤルホストってロイヤルってつくだけあってやっぱやばいっすね。ものすごくボルドーと合います。うん、名前にロイヤルホストってロイヤルって付けられてる。しっかり丁寧な仕事してる。王宮の仕事。そうやね、やっぱその飴色を、うん、やっぱここまでちゃんとしっかり仕事するって。飴色にすることは何て言うんでしょう。飴色にすること、飴色にするです。ビスク、これ、お前ね、僕が先に言いますけど、どうぞ。これもロイヤルと言ってくだけあって相当高級と聞いてますよ。エビのソースです、ね、この味わい次第ではね、モエギいけるかもしれないですけど、一番合いそうなのはアイアカレー。あー、エビの風味あるビスクってもっと濃いかなと思って、うん、優しいビスクですね。ボルドーあるかもしれないね。ボルドーが一番合います。ちょっと酸化つかんで、そうですね、アイアカネで。すごいスープちっちゃいからスースー飲めますね。すごい美味しい。アイアカネなんかすごい口の中でこうマリアージュっていうのすごいある。これボルドー結構万能なのかも、ロイヤルホストの意味で。あ、言ってることがよくわかります。やっぱこのボルドー角がないから。そうやね、丸みがすごい。しっかりオマールエビ入ってるね。オマール食べてるから、このオマールの感じ。ああ、そうですね。うん、素晴らしい。綺麗に取れましたわ。さすがに白かな。さすがに白いきたい。さすがに。いきます。さすがに白かもしれないですね。絶対白。ブリブリしてる。もうちょっと入れていいですよ。いいっすよ。いいっすか。え、ガッツリ入れちゃっていいよ。もう全部ちょっとしっかりつけてね。いただきます。これうまい。出た。ロイヤルホストにグラマーさんがやってきた。僕最初、はい、オマール頼まんでええんちゃうと思ってましたけど、はい、めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。なんかプリプリ感がある。プリプリ感やばいね、うん、一番最初さ、あのグラメゾンの1話でさ、あのエビのやつやってなかった。エビのやつ、ミキュウリやってた。ミキュウリやってた。ミキュウリやってた。でもこれちゃんとミキュウリはね半生なんですけど、これねガッツリ取ってました。はい、いい取ってました。でも美味しい。美味しい。美味しいね、これ。あ、これ合わせた。もういい、もういい。甲州と、このやっぱ甲州のその、和に近いような、このエビとのこの爽やかな感じ、グレープフルーツ。レモン牛。レモン牛。コーンスビ。やっぱ僕らコーンスープハンターで。コーンスープ、コーンスープ。いや、もう数々のコーンスープ僕たちの本当いるんでね。どこか、ちょっと軽めか教えて。めっちゃ軽め。めっちゃ軽め。はい、やっぱ軽めなんですよ。なんか軽めが多いのかな。それかシェフのコーンスープがボロダメなのか。僕のはね、ほぼピューレ、ね、ほんまトウモロコシ裏ごして、うん、ちょっとこう食べるコーンスープみたいな、うん、で本来はこういうもんなのかもしれない、うん、やっぱコーンスープにあかってね、ずっと
推奨してきてもらった、はい、もうね、完全にね、僕アイアーから行きました、うん、やっぱボルドロイヤルホストのコンスールが上品上品やね、もう上品すぎると言ってもいいぐらい上品、ちょっとこんな上品、まあちょっとミルキーな感じ、うん、ちゃんとミルキーですね、うん、ミルキーですね、うん、生クリーム入ってると思います、入ってる、特別性かもしれないね、そうですね、うん、すごいあっさりしてるから、じゃあソムリエ推奨のボルドーで、これはうまい、このボルドーうまいな、ボルドー一番ですね、ドゥルッとブルー生産してね、一番そのなんかバランスが重たすぎないですし、うんうん、だってこうボルドーみたいな感じでカンニーみたいな感じでもなく、いわばカベルネソーヴィニヨンが力強さ、うんうんうん、でカベルネフランが複雑さ、あそしてメルローが柔らかさ、うん、ブレンデバーね、そしてうん、いやちょっと残しちゃって、俺も最後残して、うん、ありがとうありがとう、はい、いきますね、やっぱ奪い合いですから、僕らやっぱ3人兄弟でやってたんで、もうやっぱその食だけ、このアイアカね、うん、ちょっといかしてもらって、日本のアイアカね、アイアカね、ちょっと酸がもちろん立ってるんで、あマスカットベリー、マスカットベリー、やっぱボルドーがやっぱあるね、あるね、ケールサラダが美味しい、ケールサラダ、ケールサラダの方かな、ケールサラダがすごく美味しいということでいただきます、はいどうぞ、いただきます、やっぱケールってね、本当あの体にめっちゃいいんでね、うん、スムージーでもよく使われるからね、ケールは、ケールとかちょっと苦味感じますけど、うん、感じないです、すごい爽やかなオイルのドレッシング、美味しい、ね、ピーナッツオイルのドレッシングらしいですよ、うん、確かにちょっとあのナッツの感じします、甘いんですよ、ナッツと甘みがありますね、酸味の中に甘みがある、なるほど、部位は一応サーロインって書いてましたけど、うん、油もあるんですか、ね、しっかりめに火入ってますね、そうなんですね、はい、いただきます、これやっぱボルドー、このやっぱ肉、このお肉とのこのカベルネソーヴィニヨンが欲しくなるような、うん、それでいてそのじゃあなんていうんですか、油がバーンってついてるわけではなく、うん、サラダなんで爽やかめなんでちょうどいいかなって、これケールサラダいきます、ケールサラダからそのまま、ケールは程よい苦味ですよ、ですね、程よい、いただきます、はい、確かにちょっと火通しすぎてるかもしれないですね、そうですね、うん、あっさりめでしょ、あっさりあっさり、うん、落ち着く落ち着くね、落ち着く、合うね、合う合うね、いただきます、まあしっかり油にあった方が、まあ、ボルドーと合うかなっていう、いやでこの脂身がボルドー合う、ほんまに、うん、ボルドーいっちゃいますね、いいですね、でもさ、このアンガス牛ってあのイタリアではキアナ牛みたいな赤身も美味しいお肉なのね、なるほどね、だから日本で言ったら赤牛みたいな、うん、なんかこう僕らの大好きな ちょっと美味しいお肉やけど、うん、サシが入ってるとやっぱ食べ疲れするじゃないですか、特にもう、うん、お兄ちゃんぐらいの年になってくると、うんうん、うちの店ではなんか黒毛の佐賀牛を使いがちなんですけど、うん、いいお肉の良質な赤身のお肉、うん、そんな感じ、今日僕らタイムリミート1時間ですけど、めっちゃちょうどいい、重たみたいな、振動みたいな、カッターみたいな、でも軽みたいなものないないで、ちょうどいい、え、でもこれミディアムではないかな、ブルボーミディアムに近いんじゃない、ミディアムボディ、あ、黒黒いっちゃいます、黒黒いっちゃおう、黒黒絶対美味しいやん、こうやってちょっとね、カレーだけ追加しとかないと、カレーとホットケーキ、ビーフジャワカレーとパンケーキでお願いします、はい、このポテトもうまいな、かけます、かけ、ブラウンバターソース、うん、このブラウンバターソースって、まあ、いわゆるデミグラスソースで多分牛骨と赤ワインと香味野菜から基本作るソースなんですけ ど、ね、調べたらたっぷり赤ワイン使ってるみたいな、なるほど、じゃあもう赤ワインに合うに決まってる、合うに決まってる、つまりボルドーに合うに決まってると、うん、すごいわ、肉肉しい、だってもう僕食べてないですけど、もう絶対赤合うのって分かってるもん、大丈夫です、うん、もう横からも僕ちょっとポテトいきますわ、うんうん、これ美味しい、これはめっちゃ美味しい、マジか、あーこれだ、これハンバーグとしてすげえ、もう肉肉しいし、ちょっと今までとテンション上がって、ちょっと美味しい、
これすげえわ。僕も行きますね。一番いや肉汁めちゃくちゃ出てる。めちゃくちゃ溢れる。言葉いらないでしょ。これすごいね。上部チューンでシェフが全員満点だったら分かる。あ、めちゃめちゃ美味しい。この切った時の肉汁の出方がやっぱ豚と牛のこの特に豚の脂から、ね、うん、すっごい美味しい。胡椒もしっかり効いてるよね。効いてる効いてる。だからこそボルドと合うよ。途中で行きたくない。ああ途中でね。なんかご飯行きたくない。いやだちょっとコーンいかすもんね。このブラウンソースほんまにやばい、ね、このでバターでもんでしてるんですよ。もんでっていうのはこうバターでつない、最後つないでる。ソースもたっぷりあるからより美味しい。これレモンが乗ってるんですよ。そしてコスモドリアですね。コスモドリアほんま好きですから。うちのドリアはね、あの、はい、チキンドリアのケチャップライス、はい、中がねケチャップライスでホワイトソースたっぷりで、これはあのピラフですね。これはうまい。めっちゃうまい。あのボルドー行きたい。めっちゃええところのグラタン食べてるっていう感じの洋食のね。これ美味しい。バターも効いててすごい軽いかなってあっさりかなって思ったけど、しっかりと重厚感あるんですよ。うん、うまみがギューッと凝縮されてる。上のチーズのカリッとしてるところもね、なんかこう塩味が、塩味があって、これ確かにボルドー欲しいかも。ボルドー欲しいですね。だからやっぱ本当にコクはありますよね。うん、ちょっとレモンも絞って、そこレモン絞るっていうことなんですね。いただきます。なんかもうワイン忘れてめっちゃ食べてる。栗かなこれ。あ、栗って言ってた。栗入ってるかも。なんかその栗がまたちょっと甘くてめっちゃ、そうそう、なんかこれ栗はチーズの塩気と、うん、なんかエビとかその鶏のプリプリ感と、たまに栗入ってきたらその栗の甘みがグッと引き立つ。あなたレモンかけたやん、うん、レモンめっちゃうまい。全然もうボルド1本できますよ。うん、ボルド1本がいいね、うん、洋食のケーキ屋さんみたいになってる、うん、まあ、レモンのおしゃれなケーキみたいな味わいするんですけど、この美味しい。ちょっとすごい結構衝撃受けてる。多分カレーもやばいと思う。やばいと思う。この短時間でやられてるもん。うまっ。クロクロっていうぐらいから50-50なんかなって思いますけど、どんだけ切っても肉汁できますよ。でソースの作り方がほんまにこうフランス料理に忠実な、ちゃんと手間暇かけてる。こんなに乗ってソース出てきます？ね、うんうん、このドリアと合うわ。え、ハンバーグが？ハンバーグ合うわ、おいしい。そんな贅沢な食べ方じゃないの？めっちゃ贅沢な食べ方。うまっ。でもやっぱ早速グラタン好きやな、うん、グラタン好きがうなるグラタンしてる、うん、フッと変えるレモンの感じいいな。レモンめっちゃ良かった、うん、すごい。飛騨家のグラタンは中トマトケチャップなんですけど、今度ちょっとこの感じでレモンのし、ね、ちょっとやってみたいな。そうアレンジというより飛騨家のグラタンをロイヤルホストバージョンみたいな。だからロイヤルバージョン近日交換しますよ、ショートで、うん、栗もちょっと入れてくださいね。栗いいな。お願いします。これ美味しい。だからしかも今の時期だから栗なのかな。これほんでグラタンもボルドーとめっちゃ合う。うまっ。バターチキンライスに栗とマッシュルーム、エビやって。味覚えてください。この皮食べる。うまっ。このソースをたっぷりつけてる、はい、このハンバーグうまい。うまい、めっちゃうまい。しかもなんか肉肉しさの中に柔らかみもあるんですよ。なんかハンバーグは黒で 100% がいいとか言う人も今もいますけど、うん、ロイヤルホストのハンバーグうまい。割合が聞きたいぐらい、うん、僕はいつも 8-2 なんですよ。 8-2 とか 7-3 とか、うん、8が8が牛で、うん、豚が2か3でいくんですけど、ね、うん、なんかちょっと豚多いような気ですね、この肉汁の出方、うん、すごいです。黒毛和牛と黒豚の黒黒ハンバーグということで、ありがとうございます。あ、うわ、ありがとうございます、うん、どうぞ。これがね、昭和40年創業らしいですよ。ジャワカレー噂のパンケーキ美味しそう。
僕らめちゃくちゃインディアンカレーがすごい好きで、これ辛いんかな。今僕の携帯がざわっと開きました。あ、20カレーいけるとかやからな。カレー好きとして僕らいただきます。なるほど、皆さん、え、これはうまいです。え、しかも今言ってた僕、うん、ちょっと僕が作るカレーにも似てる、似てる、程よい辛みに、なんかちょっと一口目甘いみたいな。そう、これでも後から辛いの、後から辛い。僕ら好きなインディアンカレーとめっちゃ似てる。もう毛穴開いてるなあ、うん、うん、ちょっとボルト言っていい、うん、これ美味しいな。これ真ん中のこれ何、オニオンフライ、オニオンフライじゃん、オニオンフライや。ちょっとボルト行って、ボルト、ボルト行って、バリうまい。これなんか欧風じゃないですか、完全にインドカリー風ですね。なるけど合うな。フランス料理のシェフが作ったらこういう風になるやなと。なんか工程は省いてない。ああ、なんかもうちゃんと煮込みを作る工程を全部経てるみたいな、そんな感じする。うん、ただ野菜しっかり炒める、うん、赤ワイン煮詰める、うん、なんか入れなあかん香辛料全部入れてるみたい な、うん、なんかやっぱこういうレストランって工程を抜けば抜くほどやっぱコストも安さと削減できるけど、ロイヤルロスはそれはあのやってないって言ってたもんね、うんうん、でそれが昭和40年からやってるんや、この味と思うとやばい。僕らめっちゃあの美味しすぎてめっちゃ食べてます。お腹が空いてるんやったらロイヤルロスの締めで絶対食べてほしい。うん、めっちゃ汗かいてるもんね。やばい、やばい。甘みと辛さ、このバランスが絶妙。すごい。僕はそのカレーにちょっとグリーンカレーペーストとか入れるんだけど、うんうん、まあ、グリーンカレーとかイエローカレーみたいな、そういうなんかちょっとスパイスの効いたカレーが入ってるんかなみたいな。なるほどね。ただそもそも見てわからない、もうめっちゃ汗かいてます。ランニングした後みたいになってます。どうぞ最後ちょっと白締めていいかな。白締めてください。あのアイアンパンで締めます、うん、ボルドは間違いなく合います。いやいや、なんかギャルソネみたいな、こうなんか全部食べましたみたいな。マスカットベリーの味するっす。めっちゃキャンディー香というか、いちごキャンディーみたいな香りがするんで、アクイレスみたいなのします。クエン酸みたいなね、ちょっとガメイとかに近いんですよ、マスカットベリー。あ、なるほど。あの言うたらこれからね解禁するじゃないですか。ボジョレヌーボー楽しみですね。もちろんあれですか、ショートやるんですか。やりますよ、ショートとか。もうほんまにもう正直長尺したいぐらいですけど。うわ、これメープル、メープル、これが噂のパンケーキですよ。もうこれを食べに来てるっていうロイホー、ロイヤルホスターみたいなのがいっぱいいますから。これメープルをたっぷり。おいしそう。どうですか野菜さん、これがロイヤルホスターが一番最後に食べるというパンケーキですよ。美しいの。ついに僕たちもこれを食べたらロイヤルホスターですよ。ようやくロイヤルホスターになる。憧れてた、あの親指を噛みながらあの友達を見ていた俺らロイヤル、これで唯一やっと俺たちは木田の木は貴族の木ですって言われますよ。ロイヤルなんで。今まで木の木やったかもしれない。ロイヤルホスト言ってる友達を親指噛みながら見てた。いただきます。でこのバターとメイプルを塗ってね、三段のところをこう切ってね、あ、出た、グランメゾンサイズ。グランメゾンサイズ、鼻でかい。美味しそう。一軒家、一軒家、一軒家の味する。どういうこと、どういうこと、ちょっと分かりにくい。これは一軒家の味です。もう一軒家の大きなお家で出てくる味。いや、だからつまりロイヤルの味ってこと。ロイヤルやね、これ。高級だね、これは。これは美味しい。え、あのほらスペインのさ、アルハンブラ宮殿みたいな味する。そうあのベルサイユ宮殿みたいな味だよ。ベルサイユの味がするんだ。行ってください、どうぞどうぞ。でも、うん、どういい意味で、はい、素朴な王宮の人が食べるっていう感じ。確かに、なるほどね、めっちゃわかりやすい。なんか
だから素朴やけど素朴やね、こういうのを王宮の人は食べてるんやろなみたいな確かに、なんかそんなにこう気をてらったこともせず、ちゃんと美味しいものをちゃんと食べてるみたいな、うんうんうん、いやじゃあワインも合うんちゃうかな、合う、あのボルドー絶対合う、あとバターの感じでね、なんかこうまったりしてるのがゴールドも合います、量もすごいね、けどなんかホットケーキの3枚っていうイメージない、うん、だってこれピアノホストでかなり安めの500円とかやったと思う、500円、あ、パンケーキ500円、550円、安くないですか、ね、これこんな顔しかったら多分フレンチトーストも美味しいやろな、あ、なるほど、ヨーグルトジャーマニー、ヨーグルトジャーマニーでかっ、2人で行く、いやこれめっちゃ嬉しい、ヨーグルトジャーマニー行きます、明日は2倍走ろう、いやもう3倍やでこれ、いただきます、さっきメープル散々食べたのに、え、上、これ、上が、これソワクリームみたいな、これがヨーグルトクリームみたいな、ヨーグルトクリームみたい、ほんで、ボルドーだ、いや、すげえやん、これす、あ、で、上がカシスクリームで、この中にヨーグルトのソース、これワインと合わせに来てんな、うまっ、これ最高、しかもこれさえもボルドーがやばいぐらいにあるなあ、この子すごいな、ずっと合ってる、いや、めちゃめちゃ合うわ、ありがとう、これ一番下に、ヨーグルト一番下になんかヨーグルト、これ何、桃をいました、応答が、いや、います。あ、それ、それ、応答が。いただきます。震えるぐらいな。震えるぐらいうまいな。たここ先ね、このヨーグルトジャーマンが一番人気みたいなね。らしいです。今もう、おいね、僕らほんまに、あの、こういうことがない限り、こんな、絶対食べられない。贅沢な、あの、甘みを食することは、本当にないんで。甘いの敵やと思ってんだよ、いやほんまに美味しいね、美味しい、バニラのさ、めっちゃいい味する、バニラビーンズで、もう冬やから、めっちゃバニラビーンズ入ってるやん、見て、もう見えるやん、バニラビーンズがエッセンスじゃなくて、もうバニラビーンズがほら、ロイヤル、ロイヤル、そしてこのバニラビーンズなんか最高や、うん、合わへんわけない、もう今のちょっとハモったけど、合わへんわけない、合わへんわけない、でバニラビーンズにベリー入ってるやん、いや、で、ヨーグルトの乳酸入ってる、マロロってかけたらこうやん、僕はいや、ヨーグルトいかれへんやろって、うん、パフェいかれへんやろと思ったけど、うん、いって正解だって、ちゃんと同じぐらい食べてるもんね、一口だけと思ってた、でもガンガンいっちゃう、このバニラとそのベリーとのこの、しかもカシスのさ、うん、アイスも合わへん、合う、これと、うん、この乾杯しよう、乾杯、うん、合わへんわけがない、合わへんわけないし、ロイヤルホストではもうボルド一択、うん、ここまで来たさ、あの汁のボルドもちょっと気になるよ、気になる、確かに白のボルドーもうまいかもな、白のボルドーってどうなんだろう、ボルドーとかやったらセミヨンとかソービニヨンブランが有名な、単一やな、ソービニヨンブラン単一、単一、ありがとう、さすがにこれ明日二週セラーだから、うん、なんかありがとうとか言いながらもう半分にちょっと食べてんねんけど半分は食べてんねんけどな、ちゃんと、あの、あといいよって言ったらほとんど食べてるけど、おるおる、もう全部食べてるけど、もう全部食べてるけど、最後さらにていいよっていう、あの、そこの分かるで、その最後で罪悪感減らしてんねや
めっちゃわかるわ。でもな、明日行かなかな。値段もロイヤルやと思うけどな、これ当てれるかな、まあ、結構行ったから、まあ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 、ロイヤルホスト価格ってことでしょ。公定価格の値段は。皆さん、最後、乾杯です。うん、もう最後まで美味しいな。でもちゃんとピラジン、ピラジン粉やったいますね。食べるね、ソビニオンピラジン粉ですね。ちょっと10分後あるしけど、まあちょうど1時間1本勝負ということで。そうですね。いや実際全部美味しかったけど、ハンバーグからの流れやばかった。やばかった。ハンバーグからドリアやばみたいな。ハンバーグ、ドリア、カレー、うん、パンケーキ、ヨーグルトサンデーみたいな最強でした。でも1位色かせーので、せーのハンバーグ、黒黒ハンバーグ、黒黒ハンバーグでした。もうめちゃめちゃ美味しかったし、あれは間違いない。このペアリングやばかった、ね、やばかったね。そのサイズで言ったらハンバーグとグラタンとこのこれでこう一緒に食う、あのもうハンバーグとあのコスモグラタンはマジ最高。コスモグラタンマジ最高。エビにせんでよかったなと思ってるもん、ね、エビ美味しいかもしれんけど。いや美味しいかもしれない。だからもう同じグラタン、グラタンがやっぱ美味しいじゃないですか。そして昭和40年から作られてるあのカレー、ね、ジャワカレーね。ジャワカレーもシェフまた対決ですね。いやもうこれね作りますわ。今ね店にはちょっとだけね鹿のカレーが残ってるんですけど、はい、見てみるもんね。だってコーヒーの粉とか入れてるよ。僕はねコーヒーの粉とかチョコレートとか、まあ、結構自家焙煎したコーヒーの粉を入れるんですよ。結構入れるん で、 でブルーベリージャムとか、うん、だから複雑に、そして最初に甘みが来て、あと大きく辛さみたいな。それも僕らもインディアンカレーめっちゃ好きやった、うん、でもインディアンカレーここ来てるんじゃないですか。通ってるかもしれない。どっちが通ってるのか知らんけど似てる感じあるね。めっちゃ似てた。アシアにもね、日記っていうバーがあるんですけどね、アシア日記のカレーもね、ここら辺の通ってると思う。通ってるね。だけど僕も通ってるんかな、あれね。感じ似てますよね、うん、似てますね、うん、予想だけ16000今日、今日、あ、まあちょっと超えるかなっていう感じで、はい、じゃあ皆さん、ドゥルルルルル、正解はじゃん、12705円です。今日は思ってたより安い。ロイヤルホストはやっぱ工程なんで持って帰れないんですよ。ワインも持って帰れない、食事も持って帰れないんで、僕らはきっちり食べきったと。食べきりましたね。あのだってデザートまで2個いってるから。オマールも1本とかでねいけるし、スープは3ついってるし、アンガス牛は別にあの 75g って全然大丈夫だしね。大丈夫だしね。っていうか僕ら頼み方結構よかったじゃないかなと思うんですけど、間違ってたら言って教えてください。ロイヤルホスト初心者の頼み方をしてたのかもしれないんですけど、まだ教えてください。もしでも初心者の頼み方としては最高じゃん。めっちゃ良かった。いや、ほんま美味しかった。コアなやつは頼みましたし、うん、いやなんか座り心地もいいソファーやし、でブラインドはあるし、るし、あーボルド美味しいし、今日本の萌え木、あやかねやってるし、ほんま今ロイヤルホスト旬かもしれないです。旬ですね。でもロイヤルホストはずっと行ってほしいって言われてた。いや行ってほしいって言われてて、あでも最後締めてみましょう。ありがとうございます。でもほんま最高でしたね。なんかすごいシュッてやっぱミディアムボディなペロッと飲めちゃいました。ほんまに何回も言うけど飲み疲れせん。バランスいいです。もうめっちゃ重たくて、うわすごい厳かな仰々しいような、うん、あのボルドーではないんですけど、すごいこうカジュアルなボルドーって感じがして、なんかすごい人懐っこいボルドーだったなとは思います。いいね、人懐っこいボルドー。言い方いい、そんな感じじゃなかったですか。いやほんますごいチャーミングで、なんていうか確かに友達になりそうなボルドー。そう、友達になりやすいボルドーだったなと思います。だから気軽に頼んでいただけるのがいいんじゃないかなと。美味しかったです。最高でした。このお水もね、どうございますか。ロイヤルですわ、うん、ということで、ではチャンネル登録と高評価、グッドボタン、コメントお願いします。ありがとうございます。ロイヤルホスト最高、最高、めちゃめちゃ美味しい。こっからちょっとロイヤルホスト勉強していきます。ありがとうございます。ありがとうございました。お腹いっぱいやね。でもお腹いっぱい、もう今も満足してますわ。満足ですか。満足してる。どうです。美味しかった。だけどほんまにあのすごい丁寧な仕事してる
ファミレスやなと思いましたね。そうやね、初めてのロイヤルホスト。いや、初めて来てよかった。よかった？いや、本当よかった。ありがとう、ロイヤルホスト。ありがとう。ありがとうございます。兄貴、あるあれある、ちゃんと今日食べ過ぎたんちゃう？また今日も。いや、ありがとうな。どうぞ。いや、もうこれがねこれがあるとお兄ちゃん救われるんだよ。やっぱりこれだけは。いや、めっちゃ美味しい。これ飲んだら、これ飲んだらゼロカロリー。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しい。さあ、それを飲むね。これ飲んだらゼロカロリー。最高。ありがとう。今日も最高の一日でした。ありがとう。ありがとう。え、これやっぱりまかないじゃん。え、とんかつ？エビぐらい。二度と戻れない旅、二度と手に入らない宝、二度と帰らない命、未知への憧れは誰にも止められない。どうしがたい。メイドインアビ。